皆さんは、ローカル線と言われて、どのようなものを想像しますか？多くの方は、このような豊かな自然が広がるところを、単線で電車または、機動車が走っているのを想像するだろう。しかし、ローカル線なのにもかかわらず、全線複線、高架の路線が存在する。その路線が、今回紹介する、城北線なのだ。東海旅客鉄道、通称 JR 東海。1987年の国鉄爆発によって誕生し、東海地方を中心に路線を構え、かの有名な東海道新幹線を保有している鉄道会社だ。そんな JR 東海は、新幹線だけの会社とか色々言われているが、ローカル線を大事にする会社でもあり、大赤字で、土砂崩れで運休していて、足を引っ張りすぎた厳格な名称線を復旧させた会社でもある。JR 東海には、東海交通事業に丸投げした路線があり、その路線は、先ほど紹介した城北線だ。東海交通事業は、愛知県で、第二種鉄道事業者として城北線の旅客運送を行っているほか、JR 東海からの、受託業務などを行っている、JR 東海の子会社だ。城北線は、愛知県春日井市の勝川駅から、愛知県清須市の琵琶島駅に至る路線である。先ほども言った通り、この路線は、全線複線、高架だ。ただし、この写真を見ていただいてわかる通り、非電化。まあ、非電化といっても、設備豪華とか、サムネ詐欺みたいになってるけど、全線複線、高架だからいっか。どうしてこうなったのか。次はこの路線が誕生した理由について語っていく。時は遡ること約60年前。1960年代の国鉄は、貨物列車が旅客列車の邪魔でしかない存在になっているのでは、と、頭を抱えていた。特に名古屋駅周辺では、東海道本線から、中央本線に、貨物列車を走らさせる場合、稲沢操車場で気回しを行う必要があり、名古屋駅をなんと2回も通らなければならないと、非常に効率の悪い、カオス仕様であった。そこで国鉄は、ある提案をする。名古屋駅を仮名にスルーして、東海道本線と、中央本線の短絡線的なやつを作っちゃえば、いいんやね。その路線こそが、後の城北線と、愛知環状鉄道線となる、瀬戸線である。瀬戸線は、岡崎駅から、多治見駅まで至る、岡田線の途中駅である瀬戸市駅から分岐して、構造寺駅を経由して、勝川駅から、稲沢方面に至る、貨物用の環状線として計画された。この路線は主要幹線として、旧日本鉄道建設公団により1976年に着工された。しかし、モータリゼーションの普及により、貨物列車の需要が減少したため、瀬戸線の貨物線としての魅力が、徐々に薄くなってきた。焦った国鉄は、旅客線として開業させようと企んだものの、輸送密度が、工事続行する基準である、4000人に満たないことが発覚し、工事はストップ。さらにあろうことか、国鉄が爆発し、瀬戸線の基本計画そのものがなくなった。わけではなく、JR 東海になってから、瀬戸線のうち、勝川駅から、琵琶島駅までは、よくわからない、おかしな方向に進んでいったのだ。そして、国鉄が爆発して、JR 東海が発足する際に、国は JR 東海誕生おめでとうと言ったかどうかは知らないが、JR 東海に東海道新幹線を全区間プレゼントした。しかし、この区間も、ついでにプレゼントしたのだ。さらに、あくまで、鉄道建設運輸施設整備支援機構から借りているだけなので、JR 東海は、賃借料を支払わなければならないのだ。しかも、設備を揃えれば揃えるだけ、賃借料が増えるので、JR 東海は、限界まで設備をケチり、最後には、子会社の東海交通事業に、城北線の運行を任せようとしたのだ。とはいえ、工事は着々と進み、1991年に、勝川尾張星宮間が、1993年には、残りの全区間が開業した。先ほども言った通り、城北線は、全線複線、高架なのに非電化。実は、鉄道建設運輸施設整備支援機構の賃借料の支払いが関係しており、JR 東海は、鉄道建設運輸施設整備支援機構に対して、年間約49億円支払っており、もし、電化したら、賃借料を払う金額が増えてしまうのだ。しかし、2032年には、賃借料の支払いが終了するとのことなので、2032年以降は、設備強化していくことが容易になる。もしかしたら、電化することがあるんじゃないか、と、思った方がいらっしゃるかもしれないが、電化されることはないだろう。実は、城北線は、かなり不便な路線なのです。城北線の不便な点、1、運賃がぼったくり。勝川駅から、琵琶島駅までは、なんと440円。名古屋を経由する方が約100円安いのだ。
城北線の不便な点、に、本数が少なすぎる。名古屋市に近いのに、1時間で、1、2本くらいである。城北線の不便な点、3、乗り換えが不便すぎる。例えば、小田駅と名鉄の上小田駅の間は徒歩で約10分を要する。安治吉駅と名鉄の安治吉駅は同名ながら離れている上に、連絡通路も設置されていないため、乗り換え駅として機能していない。また、勝川駅は JR 駅と約500メートル離れており、いずれにせよ、乗り換えは不便である。と、ざっと挙げればこんな感じだ。しかし、城北線が電化される可能性はないわけではないので、今後に期待していきたい。